このヘッドマウントカメラシステムは、まずカメラで顔の画像を収録します。カメラ部分は2タイプあり、機動性を求める場合は1台カメラバージョン、再現性を求める場合は4台カメラバージョンといったように、収録内容に応じて使い分けができるようになっています。この2種類のヘッドマウントカメラで収録された画像はここで解析され、3次元データに変換されます。次に3次元データにされた顔の動きをもとに、それぞれの CG キャラクターに合わせた動きに変換するのがフェイシャルエディットシステムです。このシステムは独自ソフトウェアで構成され、例えばこの映像のように、人間の顔の動きを猿の顔の動きに変換することができます。またこのシステムは市販のさまざまな CG ソフトとも連動することができます。次の作品はツー君研究所がオリジナルで制作したショートムービーです。上半身をイモリや猿に置き換え、かつその CG キャラクターの表情に撮影現場で収録したフェイシャルキャプチャーデータを活用しています。またヘッドマウントカメラは機動性を考慮して1台カメラバージョンを活用しています。この作品ではハリウッドなどで行われている最先端の収録スタイルを再現するため、モーションキャプチャシステムを野外に持ち出し、ヘッドマウントカメラシステムと連動させて収録を行いました。ツー君研究所オリジナルのフェイシャルキャプチャシステムは、以上のように実際の現場での収録を行いながら、より現場で使いやすいシステムを目指し開発を進めております。